はい、こんにちは。沖縄ばばです。えー、ただいま、すごい情報が中国観察さんの方から、あー、出てきたので、ちょっと皆様とシェアしたいと思って、この動画を撮っています。ちなみに、あの、中国観察さん、えー、トランプ大統領とものすごい近い位置にいる人っていうのは確実のようです。なぜなら、今挙げた動画は、不倫将軍から直接もらったメッセージだそうです。皆さんよく聞いてください。えー バイさんの、まあ、梅さんのね、えー、ああいうふうに就任式全部終わらせたのにはわけがあります、えー。多分、あの、晩餐会のままで全部終わらせるつもりだと思います。そのことによって、バイさんの罪が確定的になります。つまり国家反逆罪ということですね。えー、それを確かめるために、バイさんのその就任式はやった、あの、ずっと待っていたということ、 そして、今、あの、アメリカ軍部がですね、ええー、すべて、ええー、と、かん、コントロール下におこ、おこ、置かれている。ごめんなさいね。<laughs> 噛んじゃいました。コントロール下におこ、置かれているということです。えー、それは、ヒューマも、米軍全、全体も、すべて、コントロールしているということ、フリンショーグが言ってみました。で、ええー、もう一つ、あの、要点なんですけど、 そのバイデンさんが、あの、あの、なんていうのかな。就任式をすべて終えることによって、バイデンさんたちを、を本当に支持してる人、いや、また国ですね。他に支持してる、あのバイデンの国を支持している。 つまり国家反逆罪になってるんです、バイデンは今。なので、その国家反逆罪に加担している国や人間をすべて洗い出すために、えー、そういうふうにわざと待っていたということを伝えています。簡単に言えばそういうことです。あともう一つです。これを、これから大掃除を、本当に大掃除ですね。えー、本当の意味でのすべての あの、逮捕劇が、これから3 1日以内に終わらせると言っていました。30日以内に、すべての人間を、その関わった人たちを、審判する。つまり、法廷にかけるですね。その捕まえ、その捕まえる人たちを捕まえる行為を、30日以内に、すべて終わらせると。 不倫将軍は言っていらっしゃいました。30日以内です。すごいことです、これは。で、えー、なので、えー、1ヶ月、私たちはあと様子を見ることができると思います、えー。これはもう本当に水面下で行われている作戦です。 それからですね、もう一つ重要な情報が不倫将軍から、あ中国観察さんにいあの渡されました。それは日付です。具体的な日付になります。ただし、その日に何が起こるかは全く触れていません。なので、何が起こるかは本当に私たちはわかりません。ただ、不倫将軍は27日の午後3時、アメリカ時間ですね。 アメリカ時間の27日の午後3時に注目するようにと中国観察さんにメッセージを届けました。これはとても、あのー、驚くべきことだと思います。はい、えー、今まで何かこう、なんていうのかな。虎さんチームから日付が、具体的な日付が出たのは、Q、9の投稿以外にはないです。 なので、今回その不倫将軍から直接に、その中国観察さんの、まあ、反 CCP の学者さんですよね。その人に言い渡されたその日付が27というナンバーですね。えー、数字、27という数字です。27日を示しているものと、 思っているということを中国観察さんは言ってました。で、えー、27日の午後3時に何かが起きるということです。まあ何が起こるかはわかりません。はい。そして30日、今から30日以内に全てを終わらせます。それが不倫将軍があ中国観察さん側に伝えた全てです。 ものすごい情報なので、ええー、もちろんあの概要欄に、ええー、貼っておきます。中国観察さんの URL を貼っておきますので、もしあの理解できなくてもいいですから、ぜひあの数字のところとかは多分理解できると思うので、ぜひ一度見に行ってください。そして、ええー、不倫将軍は私たちに決して希望を失わないようにと、そういうふうに言っていました。 はい。中国観察さんからのお、こちらは情報でした。それでは皆さんまた、えー、沖縄バブです。また何か重要な情報が入りましたら、すぐにアップいたします。失礼いたします。